しおりです。さきゅです。結婚準備を応援、バルベチャンネルです。本日は初心者でも簡単、はい、結婚式アイテム DIY、はい、コロンと可愛い結婚式の席札を飛行機で作ってみた。今日しおりちゃんに挑戦してもらう結婚式アイテムは折り紙の席札です。折り紙、はい、折り紙全然私やってないです。記憶がない。本当ですか？いつ以来ですか？はい、小学生、中学生、折り鶴しか折れません。あ、本当ですか？はい、大丈夫です。折り方さえマスターしたら、はい、もう本当簡単にできるので、はい、この折り紙が可愛く石材になるので今日やってみましょう。やってみましょう。はい、じゃじゃん、こちらです。わー、可愛い。本当に紙飛行機ですね。そうなんですよ。海外のインスタとかですごく結構ちょくちょく見るんですけど。へー、人気なんですね。そうですね、たくさん並んでるとすっごく可愛いんですよ。可愛い、はい、作りたい。ぜひやってみましょう、ね、やってみましょう。はい、はい、でこれは結構旅行好きな方が作るんですか？それともあんまり関係ないんですか？旅行好きな人ももちろんですし、うん、まあ、パイロットさんだったり CA さんとか職業で、ね、そういう方にも、はいはい、結婚式ってテーマウェディングにする方が多いので、はい、そのテーマにしてこういう旅行好きな人が席に置いてあったら可愛いですよね。わ、夢広がるし、はい、旅行に行きたくなりますね。そうです。さあ、材料は？材料は折り紙とペン。以上。以上。はい、シンプル。シンプルです。ほうほうほう。じゃあやっていきますか。そうですね。はい、はいはい、紙がここにありますね。はい、これサイズは？ハガキサイズぐらいの紙を今日は用意しています。なるほど、はい、ちょうど A4 サイズのコピー用紙を4等分する。はいはいはい、これぐらいのサイズになって。へえ、はい、わかりました。はい、でも紙はどんなものが向いてるんですかね？折り紙だ、あとは A4 のコピー用紙、はいはいはい、それに好きな柄を印刷して作るのもいいと思います。いいですね、はい、あ、じゃあ逆に、うん、しっかりお名前書けるように、はい、厚紙とかだったらどうですか？あ、厚紙すぎると今度は先の部分が折りにくくなるので。あ、そうか、折って折ってってするので、だからできればまあコピー用紙ちょっといいぐらいの感じがいいかもしれないですね。わかりました。では早速やっていきましょうか。はい、皆さんにもわかりやすいように今日はですね、色紙、こっちのね、ピンクの面と白い面、この分かりやすい色合いでお伝えしていこうと思います。で、席札ということなので文字を入れていくんですが、文字が入る部分は色がついている方、裏面は文字がついてない方という形で進めていきたいと思います。じゃあ一緒に折りましょう。はい、はい、やってみましょう。はい、まずは、はい、この色がついているお名前を書く面の方、はい、これをなんて言ったらいい、これが見える方に、そうですね、上に短冊に折っていく感じですかね。はい、はい、細くなりました。そしたら今度は内側に、あ、裏に刺すんですね。裏にして、はい、はい、さっき折り目のところにつけて、お、お、はい、上がちょっと残るように。そうですね、はい、説明をお願いしますよ。なんて言ったらいいのかな。動画を見ながら皆さん、はい、一緒に回ってください。はい、一緒にやりましょう。やってください、ね、はいはい、続いて、うん、最初、先ほどこう中央に折り込んだじゃないですか、はい、それを同じようにまた折ります。わかりました。はい、中心に向かって、はい、角をことで、はい、ちょっとさっきふわってなってたのも、うん、しっかりとなると思うので。なるほど、はい、ここがふわふわしてるの で、ね、ここの飛び出た小さい三角を、はい、手前に折り込むってことですかね。そうですね。なんかクリップ代わりみたいです ね、しっかり止まると思うので。止まりました、はいはい、そうしたら、うん、これを裏返しにして、はい、半分にするんですね、はい、お、するとするとこれは飛行機の片鱗が見えてきました、はいはい、見えてきました。先ほどの、ね、折り返した部分をしっかりこれで止めているので、はいはいはい、そしてすごく不器用なところがもう見えてるこの、はい、このあとはもう、も
もうご想像通りですね。はい、そうです。あ、はい、で、こうですね。そうです。できた、いい感じですね。では、今折ってみましたよね。はい、できました。これを石札として完成させるにはお名前をやっぱり書きたいので、はい、今日実際に書いていただきたいと思います。わかりました。はい、で、ちょっとね、赤い色だと見えにくいので、はい、あらかじめ取ってみてほしい。ありがとうございます。書く用の、書く用の、はい、こちらです。はい、こちらもやってみましょう。おーい、緊張するな。書いてみます。サンキュー。うん、うん、あ、すごい可愛いですよ。え、可愛くないですか、うん、これで、ね、完成しました。できた。たけさん、この、はい、ちなみに可愛いクラフトは何ですか。これはですね、完成品といいますか、トレビの方で印刷、ゲストの方のお名前をあらかじめ印刷してご用意するね、バルベでも作ってくださるんですね、はい、そうなんですよ。のもちろんね、手書きもすごく可愛いんですけど、人数100名様ぐらいってちょっと大変ですよね。恐ろしい恐ろしい、はいはい、なのでバルベに頼んでもらったらゲストの方の名前が入っていて、はい、で、マスが紙でご用意するので自分で折って折ってっていう形で作成できます。で、手作り感もあるし、おお、いいですね、はい。いろんなこの文字のフォントとか、うん、このペーパーの柄とかも選んであります。そうですね、今タイプライターっぽい感じのフォントを使ってるんですけど、もちろんそういう感じでもいいですし、引きたいっぽい字がいいなとか、はい、紙もテーマに合わせてちょっと見たいとかですね、そういったこともできるので、わ、自由ですね、はい、自由自在です。はい、はい、さらにパルベで頼んでいただいて出来上がった紙にガイドラインが入ってるんですよ。で、それに沿って折っていけば本当に綺麗に簡単になるので、じゃあ迷わずに作ることができるっていうことですね、はい、はい、そうです、はい、しかもペーパーの雰囲気、うん、このクラフトがいいのか、あ、はい、和柄がいいのかもですね。そうですね、柄も選べるし、うん、フォントの雰囲気も、はい、手書きっぽいのがいいとか引き体がいいとかっていうのも選べる、はい、本当にバルベに頼んだら自由自在にできちゃいます。できちゃいます。今日作ってもらったこの紙飛行機の石札なんですけれども、はい、詳しくは概要欄に URL を使ってあるので、はい、そちらを見ていただくととても分かりやすいです。はい、はい、で、内容としてはですね、手作りの作っていただく折り方、お、はい、それももちろん図解で載ってますし、ありがとうございます。で、完成品で頼んでいただきたいときはこういった風にできますよっていう事例もちゃんと載っているので、はい、そこを見ていただくと大丈夫だと思います。わかりやすい、はい、で、概要欄からページ飛んでみてください。お願いします。ということで、はい、簡単に作れる紙飛行機の石札、今日はご紹介いたしました、はい、皆さんもぜひトライしてみてください、はい、以上、バルベチャンネルでした。